いや僕多分魔法使えないから多分できないんですけど見終わった後にでも本当になんか魔法呪文をちょっと備えてみたいとか、私もマントをこうバッてちょっとやって帰ろうかなって多分皆さん多分思うと思います。エンターテインメントの要素がもう本当にフル稼働されてるんで、なんいわゆるミュージカルストリートプレイとこう分けがちですけど全然そんなことないですね。今その演劇的要素とエンターテインメントの要素をフル稼働してる舞台だなっていうふうに思ったんで全然敬遠する必要ないかなと思います。ハリーポッター最高のエンターテインメント作品だと思いました。絶対に楽しめると思います。ハリーポッターはホリプロで。